パニアは、マオリ神話の登場人物である。しばしばパニア・オブ・ザ・アリーフと呼ばれる。ホークス・ベイ地方ネーピアのシンボルとして知られる。パニアは、ニュージーランド北島の海に住む美しい娘であった。日中は、サンゴ礁の生き物と共に泳ぎ、日が暮れると、後に、ネーピアが立地することになる入江に流れ込む小川に、行くのを常としていた。小川を遡り、雨の茂みで休息を取った。 さて、ありきの息子で、大変ハンサムなカリトキという若者が、最も塩分濃度が低いという理由で毎晩、その場所で乾きを癒していたのだが、パニアが何週間も彼を見つめていることは知らなかった。それは風に乗って、カリトキの元に届き、彼を振り向かせた。その結果隠れ家から出てきた、パニアを、彼は見ることができた。カリトキはこんなに美しい女性を、 今までに見たことがなく、一瞬で恋に落ちてしまった。二人は命をかけて、互いに愛を誓い、秘密裏に結婚した。パニアは、仮時の家に行くが、暗い時間帯につき目撃したものはなかった。太陽が昇ると、パニアは帰る準備を始めた。引き止める仮時に説明する。海のサイレンが、毎朝彼女を呼ぶが、そうなったら、従うしかない。 さもなくばパニアは生きていられないと。パニアは毎晩来ると約束し、二人の結婚はこの前提で続いた。カリトキは美しい妻を友人たちに自慢するが、妻を見た者はいないので信じてもらえなかった。このことに不満を募らせたカリトキは村のカウマトゥアに相談した。カウマトゥアは水星人類の存在を知っていたのでカリトキの言葉を信じた。そして、 パニアに調理された食べ物を飲み込ませれば、海に帰ることを許されなくなって、一緒に陸で暮らせると教えた。その夜、パニアが眠りにつくと、カリトキは調理された食べ物を人かけら彼女の口にねじ込んだ。するとすぐに、ヌルが大声で警告したので、パニアは驚いて目覚めた。カリトキは心臓が止まるほど驚き、パニアはそのまま逃げて、海に飛び込んだ。 カ時は必死で海を泳いで、パニアを追ったが、パニアの同族たちは水面に登ってきて、彼女を深みに引き下ろした。それ以来カ時は、パニアを見ていない。今でも、三五章から深みを見通すと、別れた恋人を求めて、両手を広げるパニアが見えるというものがいる。カ時の裏切りについて、説明を求めているのか、それとも今も変わらぬ愛なのか、それはわからない。 パニアの像はネイピアに所在するブロンズ像。マウリ神話の登場人物であるパニアの名誉を称える。この像はサーーティサウザンドクラブメンバーで後に地元の成功会始教になるフレデリック・オーガスタス・ベネットの依頼で制作された。ベネットがパニアの伝説を話すと同クラブの面メ々ンメンは非常に感銘を受け募金を集めて像をネイピア氏に送ることにした。 現地女子だがフカレレガールズカレッジの何人かの生徒がモデル候補として撮影されたが、最終的に当時14歳のメイ,イリハピチロビンが選ばれた。彼女は労働大臣のメカワトリの母として知られる。イタリアのマッサカラーラ県カッターラの大理石、加工業者にメイの写真とピューピューが送られた。それに基づいて粘土の原型が作られた。 これに基づいて、推定60から70キログラムのブロンズ像が製作され、1954年6月10日、シドニー・ホランド首相によって除幕式が行われた。1982年、像の頭部が銃で撃たれた。後に修復される。2005年10月27日、像は盗まれる。11月16日、元の場所に設置される。ありがとうございます。